皆さんこんにちは、柿内化粧品店伊沢よしこです。今日は女性の見た目はツヤというお話をしたいと思います。よく見た目7割とか話し方が何割とかっていうね、お話聞かれたことあるんじゃないのかなと思うんですけれども、私はこれちょっと個人的な意見になるかもしれませんが、パッと女性を見た時にこの人すごく 若く見えるなとか、いくつぐらいだろうって思われる方というのは、だいたいお顔とか髪のツヤがとってもいいんですよね。よく、テレビとか雑誌とかに出てくる女性ってすごく、美魔女とか言われる方ってとってもこう艶やかで、こう生き生きとした雰囲気出てるじゃないですか。でやっぱり私たちもこう一般的にこう普通に歩いてたりとか、される女性を見た時に、あ、素敵だなとか、あ、綺麗って思われる方っていうのはね、大体お顔も髪も艶やかなんですよね。で、今季節秋なんですけれども、今から秋から冬に向かって気温も下がってきますし、湿度も下がってきますので、どうしても私たちのお顔ってくすみやすかったりとか乾燥しやすくなったりするんですね。それと同時に髪もすごくパサついてくる季節なんですね。で顔を頑張ってこう艶やかにしても髪が乾燥してるとすごくもったいないなっていう感じがしますので、お顔のお手入れも髪のお手入れも手を抜かず、パッと明るく艶やかに見えるように、皆さんお手入れ頑張っていただきたいなと思います。私がおすすめのアイテムがこちらです。すいません、ちょっとこれ店のテスターになるんですが、こういった見えますか。ちょっとね、紫っぽい色なんですけども、これパールが入ってまして、見えないか、そんなに色がつかないんですけれども、これ、いわゆるハイライトって言われて、この、T ゾーンとか目の下とか、この口の下とかにつけるんですけども、明るい色っていうのはこの光を集めて立体的に明るさを演出してくれるっていうものにすごく特化してるんですね。でこのハイライトをつけるだけで、ちょっとお肌が乾燥したりとか、ちょっとお肌がくすんだなっていう時にすごく助っ人として役立ちますので、ちょっともうちょっと自分の顔を艶やかに見せたいなっていう時には、こういったハイライトを使われることもおすすめします。本当皆さんも街行く女性とかテレビとか雑誌を見られた時に、あ、なんかこの人素敵だなっていう方はね、だいたいお顔にツヤがあると思いますので、ぜひぜひその辺もチェックしてみてください。はい、今日は女性の見た目はツヤが大切というお話をさせていただきました。今日のお話が役に立ったよって思ってくださいましたら、いいねボタンやチャンネル登録、コメントなどいただけると励みになります。今日もご視聴してくださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。